はい、今回はですね、ワークマンで1000円以下の商品で買ってよかったものを6つ紹介したいと思います。その全てがもうとても1000円以下とは思えないものばかりなんで、どうぞ最後までご視聴いただけたらと思います。それでは早速いきますね。まず1つ目がですね、ストレッチフリースノーカラーベストということで、こちらの商品なんですけども、これはですね、本当1000円以下の商品では一番のコスパだと思っています。ポイントは4つほどありまして、1つ目がノーカラー、2つ目がストレッチ性、3つ目が着る毛布、4つ目がファスナーポケットということで、ちょっと1つずつ話をしていくんですが、まず1つ目、ノーカラーということで、ここが襟なしなんですよね。襟なしということで、首周りの防寒としては襟があるタイプには劣るんですが、この襟がないことでですね、下にも上にも重ね着しやすいというのがポイントですね。例えばこれ襟がないことでパーカーを下に着ることもできますよね。そして上に何か着るとなった場合は、首元がですね厚めのアウターなんかでも重ね着しやすいというのがポイントになります。2つ目がストレッチ性ですよね。これ商品名の通りなんですけども、ストレッチがめちゃくちゃ効いてるんですよ。特に横方向がこんな感じで効いてまして、非常にですね着心地が良くて動きやすいというのがポイントになっています。で、3つ目のポイントが着る毛布ということで、オンラインショップにですね着る毛布ということで謳われていたんですが、これですね、毛足が長いので空気をたくさん含んでくれるんですよね。なのでとても暖かいんですよね。そしてこれ全体的にこう柔らかくて、本当毛布みたいなんですよね。でしかもこれ軽いんですよね、意外に。はい、なのでこれめちゃくちゃ暖かくて軽くて着心地よくて本当最高です。で、4つ目がファスナーポケットということで、これ左右にですねポケットがついてるんですが、しっかりですねチャックがついてるんですよね、ファスナーが。で、胸の方にもポケットあるんですが、こちらもファスナー付きです。はい、しかもですねこれ全てにこうジッパータブもついてるんで、こう掴みやすいんですよね、チャックが。これチャックが小さいと掴みづらかったりするんですけど、これは非常にですね掴みやすいんで開閉もしやすいです。で、貴重品や小物を入れることができて、とても素晴らしいなと思いますね。はい、じゃあちょっと軽く着てみましょうかね。はい、こんな感じなんですけども、見た目結構なんか可愛い感じでいいですよね。で、触り心地がほんと良くて、着心地もすごいいいんで、本当にこれ素敵な商品だなと思いますね。はい、それでは2つ目の商品に行きましょう。はい、こちらなんですけども、ライジングトレイルタイツということで、税込980円になります。これはワークマンの店舗では割とよく見かける商品じゃないかなと思っています。お店だとこんな感じの見た目で置いてあるんですけども、これはですねかなり使用頻度高いんですよ、実は。こういった防寒用のタイツってユニクロのヒートテックとか、あとは同じくワークマンのメリノウール 100% とかいろいろあると思うんですけども、僕はですね実はこれが一番好きなんですよね。フィット感だったり暖かさ、価格、こういった観点から見てこれが最強かなと思いますね。で、生地がですねこれピーチ起毛と言われてるらしいんですけども、ピーチ起毛というのは桃のような触り心地ということらしいんですが、生地を起毛してですね桃の表面の手触りのようにする加工ということで、めちゃくちゃ触り心地がいいんですよね。フリースに近い感じの触り心地なんですけど、肌触りがすごい良くて、そして暖かいというのがポイントですね。これより若干高いですね、よりスポーツ向けの同じような商品があるんですけど、ワークマンに。ただこの980円ので十分かなと思いますね。スポーツ寄りの方はちょっときつすぎる感じがしたんですよね。このシリーズ自体ややきつめなので、買うならワンサイズ大きめにした方がいいかもしれませんね。はい、ということで2つ目のこのタイツですね、めちゃくちゃいいので参考になれば嬉しいですね。はい、で3つ目がですね、ネックウォーマー580円ということなんですが、これがすごく良くてですね、これ内側がこうボアになっていてめちゃくちゃ暖かいんですよね。でまあこれボタン付きになってまして、まあ、ボタンによって付け外しするんですけど、まあ、ボタン付けたままでもまあ付け外しはできるんですけども、もう基本的にはボタンを使います。まあ、右利きだったら右側にボタンを、右手にボタン持ってですね、こんな感じで、まあ、はめていくということですね。まあ、若干サイズ感大きいんですけども、なんかアウターでこう、かぶせばですね、全然問題ないんで、まあ、めちゃくちゃ暖かいんですね、これ。で、ある程度これストレッチ効いてるんで、これ、つけたままもう一応外せるんですよね。まあ、ただ、つけるときはボタン外した方がいいかなと思いますね。まあ、ボタン付きでこう、おしゃれな感じもありますよね。まあ、ボタンに関してはこう、取り付けだったり、見た目だったり、もう好き好きあると思うんですけども、まあ、僕は結構これ気に入っています。しかも580円ですからね。驚きの価格ですよね。これもまあ、店舗によくある方だと思うんで、見かけたらですね、ぜひお試しいただけたらと思っています。はい。はい、次4つ目がですね、メリノウールの靴下ですね。税込み780円です。これ両方とも780円なんですが、まあ、今回ちょっと2種類紹介させていただきたいんですが、まあ、こちらのですね、青い方はメリノウール 60% 使っているんですよね。で、まあタグがこちらですかね。まあ、60% ということで、はい、780円ということですね。こちらの 60% の方はですね、見た目がいかにも暖かそうで、メリノウール使ってますよって感じが出てるんですけども、これ実は裏側がウールらしいんですよね。こんな感じで、わかりますかね、いかにもこう白くて、毛が出てて、暖かそうな感じなんですよね。なんでまあ、履き心地はすごくなんか暖かいですね、本当に。まあ普通の靴下よりもほんの少しゆったりめかなと思います。普通の靴下ってある程度の締め付けがあると思うんですけど、まあ、こちらももちろん締め付け多少あるんですけども、まあ、普通の靴下と比べたら若干ゆったり履けるかなといった感じですね。はい。まあ、ほんと見た目からしてもめちゃくちゃ暖かそうな感じですよね。はい。こちらの黒っぽい方がメリノウール 50% の方なんですが、まあ、タグがこんな感じですね。メリノウール 50%780 円ということなんですが、まあ、こちらは見た目がカジュアルというか癖がない感じですよね。はい。なんでまあ自分はどっちかというとこっちの 50% のメリノウールの方が好きかなと思います。まあ、履き心地は普通の靴下の感覚と同じぐらいの感じですね。なので程よいきつさがあるといった感じで、まあ、見た目もこれほんと癖ないんで、まあ、普段なんか歩いても恥ずかしくないって言ったら変ですけど、まあ、さっきの 60% のはいかにもっていう感じはあったんですが、もうこれは見た目が普通でしかも暖かいんで、まあ、僕はどっちかというとこっちが好きですね。まあ暖かさにはほぼ違いは感じられないんで、はい、どちらもおすすめです。まあ、有名アウトドアブランドに比べてかなり格安だと思いますね。その有名ブランドとそこまで大差ないと思うんで、本当にこのメリノウールのワークマンの靴下はおすすめです。はい、次5つ目なんですけども、吸湿発熱エンボスストレッチ長袖ハーフジップということで、税込み980円になります。まあ、これのポイントなんですけども、まずエンボス加工ということで、デコボコのデザインなんですよね。この一個一個こうひし形のデザインが入ってるんですけど、まあ、これが非常におしゃれですよね。はい。で、これやや細身のスタイルとなっているんですが、ストレッチがですね、これめちゃくちゃ効いてるんですよ、横に。すごいんで、これ細身のスタイルとはいえ、かなり動きやすいんですよね。はい。さらにこれ細身なんで、なんか上にも着やすいんですよね。アウターが非常にゆとりを持って着やすいっていう感じですよね。で、これ見た目もすごく良くて、肌触りもすごいいいんですよ。ちょっとだけ着てみますね。はい、こんな感じなんですけども、まあ細身のスタイリッシュな感じではあるんですが、非常にストレッチが効いていて、細身なのに動きやすい。しかも見た目が結構かっこいいんですよね。で、上にも着やすいと。で、見た目以上に暖かいんですよね、これ。で、肌触りもこう表もこの裏もですね、すごい触り心地いいんですよ。まあ、フリースの薄い感じなんですけど、なんでこれですね、めちゃくちゃおすすめです。はい。ぜひですね、店頭で見かけたらお試しになってみてください。はい、次が最後になるんですけども、6個目がですね、ルームブーツ部屋ということで、税込980円となります。家の中って結構足冷えるんですよね。特にエアコンだと床がなかなか温まらないんですよ。暖かい空気っていうのはこう上に上がってしまうんで、なのでですね、部屋の中では本当とても重宝します、これは。はい。で、保温性なんですけども、これ見た目以上にですね、中綿が結構入ってるんですよ。なんであったかいんですよね。これ中綿はなんか、デュポン社というですね、ところのソロナという結構いい中綿を使ってるらしいんですよね。まあ、その中綿が 50% 入っているということで、非常に暖かいです。で、他の特徴としては、これ底なんですけど、これがゴムになっていて床滑りにくいんですよ。こういうルームブーツって滑りやすいとほんとストレス溜まるんですけど、これしっかりですね、ゴムなんで滑らないんですよ。しかもこれ厚みがあるんで、床からの冷気を遮断してくれるんですよね。ここが薄いともう意味ないんで、冷気がそのまま来ちゃうんで、でもこれある程度厚いんで床からの冷気も遮断してくれるというですね、すごいんですよね。なので滑らないし暖かいしということで、もう最強ですね。はい。で、しかもこれ丸洗い OK ということで、まあ、洗えるっていうことですよね。はい。あとはこう折りたためるんですよね、こんな感じで。で、なんか専用のゴムみたいのがあるんで、そのゴムで縛って折りたたんで持ち運ぶことができるということで、これも非常に優れものとなっています。はい。ということで、今回はですね、ワークマン1000円以下の商品で買ってよかったものを6つ紹介していきました。冬はまだまだ続きますしね、または来シーズンに向けてのね、参考になれば非常に嬉しいです。今回もですね、ご視聴いただきありがとうございました。